どうもこんにちは、フレッシュスバルくんです。キリサメちゃんになんですけど、なんか一応泣き虫なんかにいつの間にかなってて、ね、あのこそこそねランク戦泣き虫で回ってるやからなんですけど、ちょっとね今回から泣き虫ランカーのね、あのどういう風なね動画やってんのかっていうのをね、ほんとドヤ顔でねちょっと解説したいなと思ったんで、ね、今回から泣き虫の動画をやっていきたいと思います。はい、それでは試合の方を見ていきましょう。どうぞ。あー、これですね。これ見ていきましょうか。このスパーン。まず一人ね、目の前にいたなって思ったんで、ちょっと追っかけてますね。なんかバカみたいに追っかけてる。かわいい。泣き虫ちゃんかわいい。やっぱこう、テクテク歩いてる感じが、やっぱ泣き虫ちゃんかわいいよね。ふーんってやったけど誰もいなかったっていうね。やっぱこういうちょっと好かるとさ、結構恥ずかしいよね。あ、やばい、好かっちゃったみたいな。ああいう感じがね、やっぱ、なんか、いいっすね。たまんねえっす。で、まあこっちに行ってるなって思ったんで、普通に追いかけてますね。やっぱ、教会ってすごい辛いですよね、ほんとね。もう、夏暑いのに泣き虫くんもさ、なんか、頭ビニール袋かぶって追いかけてる。この気持ちがちょっと熱いよね。本当は熱いよね。で、なんかゴーンゴーンってなったんですけど、僕、5万入れてるんですよ。5万。5万なんで入れてるのかっていうと、俺が尊敬してやまない、アレックス。いやー、アレックスことアレちゃん。アレちゃんが、教会で5万入れてるんですよね。ほんとね、あの人、みんなね、見た方がいいよ。めちゃめちゃすごいから。プレイングがね、すげえっていうのももちろんあるんだけど、ね、それじゃなくて、プレイングじゃなくて、あの人のすごいところは、第五人格ね、もう相当上位のプレイヤーなの。にもかかわらず、ね、あさってるサバイバーもね、上位サバなの。なんだけど、あの人、試合中にマイクラするから。やっぱそれがね、すごいよね。マイクラね、試合中にするっていうのが、もうちょっと、それはやっぱ上気を逸してると思って、俺は見てるけど。やっぱね、面白いなって。で、まあ、なんか、ああだこうだ言ってるうちに呪術師が釣られてますね。やりますね。なんか、いつの間にか、釣られてましたね。で、これは、おっと、右側から、監視者で、調光師の位置がバレている。バレているがどうしたらいいのかわからない。あっと、ここで、おっと、極芸師の魂に当てた。お、素晴らしいですね。あれはちょっと極芸師もびっくりだね。で、なんか、あれか、ビビって、袋をつけて、まあ、半分超えちゃったっていうね。これはちょっとサバイバーのミスですかね。まあ、そういう日もあるよ、ほんとね。俺もよくサバイバーでやってるときこういうことよくあるから。人のこと言えない。で、極芸師が救助に来てと。で、この魂確かね、そう、当たったと思ったんだけどね、当たんなくてさ、目の前にね、ドアップで、ね、3D でさ、極芸師が来たのにさ、全然なんか魂当たったと思ったんだけど当たんなかったんだよね。で、ちょっとここ荒ぶって、キー生やす位置間違えてますね。で、なんか遠く行っちゃったなって思って、俺の呪術師がさ、ちょっと遠く行っちゃって、あーやべえって思って、で、帰ってきてますね。俺の嫁だったのに、俺の嫁がちょっと出かけているのを、ね、遠目で見た結果、調香師に浮気をすると、まあでもこの判断はどうなんですかね。もうちょっと早く判断すればよかったなと思いますけども、やっぱね、もうなんか頭回んないんで、そういう、頭回んないんで、ね、そんな感じでした。そんな感じの解説でいいんですかね。ここはどこ行くのかな。あー、ここに監視を置きに来たのか。なるほど。めっちゃうろうろしてるね。で、あそこの左上のところが動いてるなっていうのが分かったんですけど、どうしようかなって思って。でもこっち一人救助来るよなって思って見てますね。で、ここの魂は当たった。グッジョブ。いい魂でしたね。で、まあ、ここで救助狩りを、まあ、抵抗させるんでしょう、多分。彼は。あれ？大丈夫？ああ、で、兆候が飛び、
証拠が飛びの、で、なんか墓場に行ってんなっていうのが分かったんで、じゃあ向こう側の解読機、まだ多分ギリギリ開かないと踏んで、やってますね。テクテク歩いてますね。竹虫くん、やっぱ歩いてる時が一番可愛いっすなところだね。ハスハス。ハスハスなところ。で、俺の嫁が、自宅でね、待ってると。まあ、こういう感じっすね。やっぱいいっすね。やっぱ呪術師見たら安心感ありますね。で、あ、これね、魂今、当てたんですけど、誰もいなかったっていう。誰もいなくてちょっと、あって、恥ずかしいって思って、やってますね。で、これなんか知らないけど、曲芸師が向こうの歌舞伎開けてたら、全然引き分け取れてたんですけど、曲芸師の人がちょっと多分ここ住んだと思って、ね、来ちゃったんですよね。こっち側の外部機に。これがだいぶ大きかったっす。で、なんか呪術師の嫁から、手痛い疾病をね、疾病をね、手痛いビンタを受け、で、一応全体層をかけ、どうにかね、頑張ってるっていう風な感じですね。いやー、やっぱ、教会ってね、ほんと辛いんですよね。で、ここになんか二人ともね、なんかイチャイチャね、BL やってるんで、重いのかちょっと嫉妬のあまりぶん殴ってますね。俺混ぜろよ、って。で、さてどうしようかなって思ってみたら、なんか向こう側の階段揺れてるーって思って、釣りに行きますね。で、まあやっぱ、どっちでも良かったんですけど、なんか裏、曲芸師なんか 3D でね、この前来たんで、さっき来たんでね、それがちょっと許せないくって、釣ってますね。で、まあどうしようかなって思ってみて、でも、なんか、呪術師向こうで解読してるんで、あ、じゃあ釣っちゃいますかって。釣ってますね。じゃあ釣っちゃえって。で、まあ、解読機揺れてんの、揺れがね、止まったなぁと思って。で、一応警戒してますね。警戒してますね。で、まあ、多分、まあ、そこかなと思って歩いてる感じですね。で、感謝文ね。感謝の文を置きまして、で、GG。いい魂でしたね。っていう感じで、勝ったよっていう、2019年8月1日5時31分47秒にやったランク戦でした。